どうです。今週はね、春休みについて話していくんですが、いつものね、後半雑談枠ありません。っていうのは、春休みにちょっとやってほしいことっていうのを、前半、真面目パターンの私が喋っていきます。で、後半はですね、まあ、真面目じゃないっていうわけじゃないんだけど、やってほしいと思ってんのよ。思ってんだけど、まあ、こういうのもありだよっていう、ちょっとおふざけによった話を後半していきますので、よかったら最後までお付き合いください。まず一つ目は、文房具の新調です。文房具は相棒ですっていうのが私の考え方なんですけど、文房具はね、どうでもいいよって方もいるかもしれない。だから強制はしないんですけど、勉強するにおいてさ、文房具ってまあマストアイテムですよね。で、その文房具によってさ、自分の勉強のやる気って俺は変わってくると思ってるんです。まあ文房具大好きだっていうのもあると思うんですけど、もちろん去年まで使ってたシャーペン、ボールペンっていうのを変わらず使っていくのも大事ですね。それが好き。だからメンバー交代が必要ないのを無理やりメンバー交代する必要はないんだけれども、例えばさ、消しゴムがさ、ちょっともう、いや、あーみたいなのがあったりとか、定規がすげえ汚れてきてたりとかする場合、使う上でさ、あんまテンション上がんねえなっていう子も実際いる可能性ってあるんですよ。特に、こう、筆箱がね、ちょっとパンパンタイプの子、いっぱいいるパターンとかさ、する場合は、いや、この子使ってねえよ、1年間、みたいなこといたりするし、実際ね、なんかバッて出すとさ、消しゴムの数結構入ったりするんだよ。汚いじゃん？だから一旦メンバー交代もそうだし、中をさ、綺麗にするって意味でも、筆箱を全部出して、まず選別するの。残した方がいいのか、残さなくていいのか。で、交代が必要なものは交代する。で、筆箱を新調するのもありだと思うので、そこも含めて新しい年度だよ。4月から新しい年度は始まっていくわけだから、今年はこいつらで、こいつらを相棒にして1年間頑張っていくぜって、モチベーションも上がるからさ、ぜひね、文房具の新調をぜひ考えてみてください。そして2つ目が、部屋の模様替えです。皆さんって部屋の模様替えっていつしました？一番新しい記憶で。意外とそんな頻繁にやらないですよね。もちろん今の環境がベスト。もうこの部屋は完璧です。っていう方はいいんですけど、でも意外とね、机の場所をちょっと変えてみるとか、まあ、他のものでもいいんですけど、こうね、配置を変えるだけでもですね、かなり新しい空気が流れます。もちろん変えたことによって、ちょっと違うな、戻そうかな、なんてことがね、発生することもあるんですけど、しつこいんですが、4月はスタートなんです。新しいスタートだし、この時期さ、新学年ね、新しい学校どうかなとかさ、クラスどうなるんだろう、担任誰かなとか、不安に思うこともいっぱいあるじゃんか。不安に感じることもあるからこそ、自分が変えられるもの、さっきの文房具もそうなんですけど、変えられるもの、テンション上げられるものっていうのは、ぜひ変えてしまった方がいい。そして学校が始まってからやろうなんてのは無理です。4月は特に新しい環境に慣れなきゃいけなくって、バタバタする上にエネルギー、心のエネルギーを持ってかれます。その中で部屋の模様替えしようなんて思わないし、動けなくなっちゃう。だから今がチャンスなの。なので自分の部屋をちょっと見た時に、ああ、これいらないかなっていうね、こうな、断捨離も含めてですけど、配置を変えたりして、新しい環境づくりっていうのは今が一番のチャンスなので、ぜひやってみてください。そして最後の3つ目が、1日15分の頑張るタイムです。以前のこの動画でも話しましたけど、勉強習慣、まあ、だけじゃなくて習慣っていうのは、崩すのがね、めっちゃ簡単なの、こいつ。すぐ崩れる。なのに習慣を作るのってすごく大変なんだよね。私2024の目標の一つに、体を柔らかくするっていうのがあるんですよ。そのね、まあ、前屈した時に手首までつけるっていうのが目標で、毎日ストレッチ今習慣にしてるんですけど、1ヶ月経ってやっと習慣化したもん。気持ち悪いの、やらないと。ってなっちゃうんだけど、でもこれ多分1週間サボったら簡単に戻るからね。ってぐらいに習慣は崩れてしまうの。で、今までさ、みんなさ、勉強頑張ってきた方いるでしょ？それを崩すのめっちゃもったいない。でもだからって春休み超頑張れても思わない。思わないから、1日15分でいい。逆にもう15分しかできないぐらいに決めてもいいかもしれない。勉強でもいいし、何かみんなの趣味のこと、何か自分がレベルアップする知識とかを増やしていく。この時間は、もうね、例えばスマホとか、ちゃんとそれを立った上で、集中して頑張るぞっていう時間を15分だけでいいから、できれば毎日同じ時間がいい。この時間になったら必ずやるぞ。まあ同じ時間じゃなくてもいいし、お風呂出た後とかタイミングでも構わないので、ここは15分集中するぞっていう時間を作ってごらん。で、作ってそれをちゃんとやったら、寝る前にそれを頑張れた自分を褒める。
これをワンセットでぜひ過ごしてみてください。って真面目な話をしてきましたけど、まあ、正直さ、春はダラダラしたっていいじゃないですか。ねえ、そこまで宿題が多くない方とか、そもそも出てない方とかもいるかもしれないからね、いいわけです。ただ、ダラダラするんだったら、マジでダラダラしてみ。はい。私もですね、大学の時に人様にあんま言えないですけど、夏休みです。私の場合は。夏休み、一夏。大学の夏休みって長いんよ。そう、長いんですけど、一夏ですね、モンハンとバイトで全て消しました。モンスターハンターね。1日最高、あと1日じゃねえわ。3日間連続でほぼ寝ずに、ゲームする廃人みたいな生活をしてたりとか、あ、よくない、真似しちゃダメだよ。体調崩すよ。よくないんだけど、でもさ、ダラダラするっていうのも、ここまで自分甘やかして時間を浪費するっていう経験って、まあ悪くないよ。それが日常化したらよくないんだけど、でも、ここまでダラダラしたら俺ってこう思うんだっていう経験は割とプラス。そうだから、中途半端にダラダラしてダラダラしちゃったなんて思うんだったら、もう1日2日この2日間は俺クソダラダラしよう、マジで私で廃人みたいな生活しようみたいな、もうね、布団から出ずにアンパン食べる、いいでしょ、いいよ、あれ怒られるかもしれないけど汚しちゃダメだけどね。そうだけど、やるんだったらとことんやってみっていうのは春は可能なので、実際だからダラダラしなさいとは言わないんだけど、どうせそういう可能性があるとなったら、もう日にち決めてやってみ、でそれをやってみたら自分がどう思うのかっていう実験してみっていうのは実際ありなので、そうぜひぜひそこも伝えたくてね、わざわざ着替えてちょっとこんな感じになってるけど喋らせてもらいました。ということでね、今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。またね、来週、違うわ、来週はあれなんですよ、月曜日、いつも動画投稿日なんですけど、1年で1回の歌ってみたの、投稿日です。3月25日で、多分投稿がいつも16時半なんですけど夜になります。で、夜の19時かなか20時わかんないけどにプレミア公開です。1年に1回ここでしか使わないプレミア公開する予定なので、私もね、待機して一緒に参加させてもらうから、ぜひぜひ、一緒にそれを見ていただけたら、見て聞いていただけたら嬉しいです。よかったらコメント欄にね、何歌うかなって予想で書いてみてください。当たった方には拍手を送らせてもらいますので、よかったら書いてみてください。ではまた来週の歌ってみたの動画、そして再来週はね、また普通に喋っていく動画撮りますので、よかったらそちらも見てもらえたらと思います。ではそちらでお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。